どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、待ってましたのアイテムが届きました。2つです。こちらもほとんど一緒なんですけども、よく言うね、 USB ケーブルなんですよ。そう、スマートフォンとかにね、充電するやつです。これのね、もう決定版が来ましたんで、これはね、自信を持って皆さんに紹介したいと思います。で、2つのアイテム何が違いがあるかというと、ちょっと開けて確認したんですけども、こちらの方はね、はい、USB ケーブルとライトニング C のケーブルなんですよ。ですんで、私が使っているこの Bluetooth のね、ワイヤレスイヤホンにはほんとぴったりの充電器です。これが一つ。それからもう一つは、両方ともがタイプ C になってるやつですね。こちらの方も非常に使いやすいかなというところでございます。で、特徴的なのがね、これくるくるっと巻いてあるでしょ。これなんですよ、まさに。多分他ではこれお目にかかれないんですけども、これがどうしても欲しかったというやつなんですよね。ちなみに従来型のケーブルなんですけども、こちらの方はね、こっちが USB で、こちらがライトニングケーブルとタイプ C とそれぞれの端子がついてて、すごく便利に見えるんですけども、これぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。しまう時もこうぐにゃぐにゃってやったら壊れるし、こう巻いてもね、なんとなくね、中途半端感があるんですよ。うまくいかない上に、こういう風に絡んじゃうという問題があります。しかし、今回のこちらの方はね、それが全くないんですよ。もうなんとなくお察しつくでしょうけども、こうでしょ。こうやって、これぐる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 っとね、これ中に形状記憶の軽い磁石が入っていて、元通りこうなるんですよ。もちろん、こっちも同じです。だから、ぐにゃぐにゃになんないんですよね。いいですか？これでぐる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 っと巻くでしょ。蛇みたいになりますよね。こうやって軽く添えてあげると元通りの輪っかになるんですよね。ほら。で、秘密はこのね、表現できないです。こう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 。あ、出た出た。こういう風な厚みが出てるでしょ。だからこういう風なね、ケーブルじゃダメなんですよ。ね。どうしてもこうやって厚みのある、こういったタイプがいいわけですよ。これね。ほら。厚みがあって、崩れにくいわけです。これだったらね、絶対絡まないですね。まあ、こういう風なのを待っていたということでございます。ぜひね、使っていただいて、その、使いやすさをね、試していただきたいかなと思いますね。これはね、これはすごいですよ。はい。では、リンクの方を、この、作ってる会社のね、貼っときますので、ぜひ一度お問い合わせください。それから、公式サイトの方には、もっとわかりやすいビデオがね、ついてますんで、こちらの方、ぜひご覧いただければと思います。それでは、また、時により、これ、紹介しますんでね。よろしくお願いします。絶対おすすめです。